はい、皆さんこんにちは、ノットでございます。ということで今回ですけどね、こちらのゲームやっていこうかなと思います。前世はかというね、ゲームやっていこうかなと思います。ノベルゲーなんですけども、いやーちょっとやっぱ蚊とはね因縁があるというか、俺蚊を殲滅してね、この前世の蚊はどちらこうちゃらっていうのがありましたと。まあ前、じゃあ設計設計をやってっていうことでやっていきたいと思います。じゃあ始めからやっていきましょう。音ないね。僕の前世は蚊だ。多分俺が殲滅した残りだと思うんだよな。毎日動物を刺しては卵を産み、刺しては卵を産んでいた。僕は刺すのが好きだった。生物を貫き、体の内側に侵入するあの感覚、今でも鮮明に思い出せる。人間ではどうやったらあれを味わえるのかな。やわはだ刺し、また味わいたいな。ピンポン。はーい。来客のため考え打ち消される僕は玄関に急いだ。ガチャ。ごめんね、お待たせ、どうぞ上がって。やわはだ刺しってこれさ、あのもしかして主人公の名前なの？かわいい子。お邪魔しまーす。かわいい子ってことか、これ。まあ普通に絵がかわいいが、とことこ。外は暑かったでしょう。はい、麦茶。ありがとう。ごくごくごく、ふう、生き返ったよ。透き通った白い方に大粒の汗を垂らしながら彼女は微笑んだ。いや、そんななんか厚で着てるからじゃねえの。夏でしょ。それさすがに暑くねえか。いや、ちょっと白で来い、白で。シャツで薄着で来い。そうしたらいろんなものが見える。綺麗な花だな。よかった。そういえば今日は学校休みなのにどうして制服なの？今日は委員会活動だったの。夏休み中もたまには集まりがあるな。そうなんだ。せっかく休みなのに大変だね。そんな日に遊ぼうだなんて誘っちゃってごめんね。次から他に予定がないか聞くようにするよ。あれ、彼女彼氏関係っていうことか、幼馴染ってわけでもないよね。ううん、八幡くんに会いたかったから大丈夫だよ。そう言ってくれると嬉しいよ。ありがとう。あ、立ちっぱなしにさせてごめん。部屋狭いから椅子とかないんだけど、適当なところに座って。うん、ありがとう。彼女は質素な部屋を見渡しベッドに腰掛けた。僕もその隣に座る。ここが八幡くんの家なんだね。このベッドで毎日寝起きしてるのか。そうです。そう言うと彼女はベッドに倒れ込みゴロゴロし始めた。はあ、もうこれは匂いつけようとしてるね。しかし突然起き上がり、あ、ここごめんね、外行ったら服で寝転がったら嫌だったよね。あ、なんか絵のタッチ変わったね。めちゃくちゃ慌ててる。慌てふためく彼女。いや、全然気にしてないから大丈夫だよ。好きに寝転がってもらっていいし、そのまま寝てもらっちゃっても構わないよ。あ、ありがとう。落ち着きなくそわそわした様子で僕をチラチラ見ている。河合さん大丈夫？河合さんはいつも落ち着いてるのに今日はなんだか様子が。え、そう、全然落ち着いてるよ、大丈夫。そういう彼女の肌はいつもよりも赤みがかかって見えるような気がする。え、どういう関係なの？普通にクラスメートってだけなんだ。でもクラスメートの女の子を呼んで遊ぼうよって誘ってんだから、この主人公も何か体があるんじゃないか。いや、美しい肌だから誘ってんのか。別でもある。おでこに持っていこうとした僕の手を避けるように、彼女は後ろに一歩下がった。熱ないない、元気、すごく元気だよ。力こぶを作るように元気をアピールしてくる彼女。こんなお茶目な姿は初めて見る。あれかな、暑いから何か変な気分になっちゃったのかな。変な気分。いや、違う、間違えた。変な気分って言ってもそういう意味じゃなくて、そういう意味ってどういう意味？え、そういう意味って、エッチな気分とかって意味？てんてんてん。だって私たちもう付き合い始めて1年も経ってるのに、
山田くん全然そういうことしてくれないし。でも今日初めて家に呼ばれたから、もしかしたらそういうことなのかなって。そしたら緊張してきちゃって。ああもう付き合いだって1年かよ名字で呼んでんだ。でも全然距離感縮められてねえじゃねえか。家に呼べるぐらいになってんのに。もうちょっと頑張れよ山田くん。目を潤ませながら視線を下に向けている。今にも泣き出しそうだ。でもうちに来た時は全然いつも通りで、バレないように我慢してたの。心臓はずっとバクバクだったよ。掴まれた僕の手が彼女の胸に置かれる。え、ドキドキしてるでしょ。普段の僕なら突然のこの状況に動揺したり舞い上がってしまっていたかもしれない。でもなぜか今の僕は全身の血流が止まってしまったかのように体が冷たく、ひどく冷静だった。冷たさの中にあるうずき、どこからか湧き上がってくる渇き、得体の知れない経験をしたことない静かな赤黒い欲望を自分の中に感じていた。八幡くん。そのまま腕を引かれ、僕は彼女を押し倒す体勢になってしまう。あれ18禁ですかこれ。して。彼女のしてほしいことをする。僕のしたいことをする。これセーブできないか。まあ、一回とりあえず上選ぼうか。僕のしたいことは血することでしょう。彼女のしてほしいことってのはちょめちょめしよう。まあ、いいやろ。ちょめちょめしよう。俺とちょめちょめしないか。えへへ、本当にしちゃったね。そうだね。どうだった？すごく良かった。どころの騒ぎではない。半端ない。これが人間のオスの刺すとんでもない行為だ。しかも何度も何度も刺せる。この時はせいぜい一日3、4回、しかも卵を産む間はさせなかった。人間に生まれてよかった。人間万歳。人間大好きだ。やべ、その行為に至ってからもう人間のことしか考えられてないわ。よかった、山田くん。もしかしたら私のこと興味ないのかもって思ってたから。そんなわけないよ。ワニにさせて本当にごめんね。私のこと大切にしてくれたんだよね。さっきもすごく優しかったし。そう言うと、恥ずかしそうに彼女は頬を染め、顔を伏せてしまった。やわはだくん。何？好きだよ。彼女は照れくさそうに、でも元気いっぱいに満面の笑顔を僕に向けた。さっきまで感じていた赤黒い欲望は嘘のようになくなっていった。穏やかで温かい気持ちに満たされる。目の前の愛おしく心地のいい存在と、もっとずっと一緒にいたい。そう思った。おお、エンド。おお、なんか結構いいエンド。夏休みでも汗かいてたんだよな。それがいいのか。エンド。あれ？え、リンキさん、その他全部、ハヤタロウさん。前世はか。でも、あ、そうか、蚊って一瞬で死ぬから、あ、でも、生まれ変わった時にこの子と同い年っていうのもちょっとおかしいか。だからもっと前から生きてんだ。この子より年上なんだよな。記憶受け継いでるけど。はい。ということで、もう一個の選択肢選んでいこうか。上の選択肢はまあちょめちょめして、下は多分小数だけでしょ。はい、ということでやっていきたいと思います。僕のしたいことをする。てんてんてん。てん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 。てん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 。ん？あれ？テイスト変わったの。体が熱い。激しい心臓の音がする。あれ、僕は何をしていたんだっけ？頭が痛い。頭が痛い。頭が痛い。手が濡れてる。なんだか心地のいい感触がし、自分の両手に視線を向ける。赤い。真っ赤だ。手からこぼれ落ちる赤はとても綺麗だった。戦場滝で今ささを感じるのに、見ているとなぜか急激に落ち着いてくる。暖かい。もっともっと触りたいと思った。そうだ、
思い出した。もう我慢できなくなっちゃったんだった。泥水を吹き出す詰まった排水溝みたいになっている彼女を見ながら考える。河合さんが悪いんだよ。そんな刺して欲しそうにするから。でも綺麗だ。今まで見てきた河合さんの中で一番綺麗だ。河合さん好きだよ。僕は言葉にすることのないできない高揚感に包まれた。人間の刺すってこういうことだったんだね。なんて素晴らしいんだ。人間の刺すは前とは比べ物にならない一つ感。刺した時の彼女の表情、声、感触、すべてが思い出される。二度の生命の道の中で一度も味わったことない最高の瞬間だった。幸福に浸るのもつかの間、僕はあることに気づいた。そうだ、もったいないよね。人間になったから一度は味わったことがなかったな。なんでだろう。刺さっているものを引き抜くと、彼女の可愛い腹部に顔を埋める。暖かい。今僕は可愛さの中にいるんだ。そのまま僕は彼女から溢れ出る彼女を飲んだ。ごく。自分と彼女が一つになっていく感覚がした。気が済むまで僕は彼女を飲み続けた。上と下ではめちゃくちゃ狂気的に違うんだが、刺すってそういうことかい。いやいや、あれだ、前世の記憶中を持ってるせいで、そういうことになってしまったんだな。怖えし。いやー、もうちょっと平和的なんかと思った。なんかもうちょっと優しくすんかなと思ってたよ。まさか刺してやるとは思ってなかったわ。いや、こんな可愛い感じじゃないよ。もうここにグサって言ってたからさ。いや、正直ビビったね。二個目のやつは。いや、でも、可愛いね。これ、続編ないかな。前世はカーツ。いや、でも、うん。よかった。一個目のやつはね、まあ、ちょめちょめして、二個目もちょめちょめしたわけでございますけど。はい、ということで、前世は蚊というゲームをやらせていただきましたというところで、今回終わりたいなと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。